私の友達なんです。な？カバンの中には大事なものが入ってるんです。取り戻してくれたら十分な報酬を用意します。こんな可愛い子のカバンを奪うなんて許せないね、バンちゃん。十分っつってもガキの小遣い程度じゃ。レイカちゃんのパパとってもお金持ちだそうですよ。金持ち？そういうことなら取られたカバンとやらを取り戻しましょう。はい、カバンには特製の鍵がかけ、そう簡単には開けられないはず。でもあまり時間が過ぎると。それで俺たちに依頼したってわけだ。その選択は間違っちゃいねえよ。それじゃあ大丈夫、ゲットバッカーズの2人に任せておけば安心だよ。うん。じゃあバンちゃん。おうよ、ゲットバッカーズ、この依頼確かに引き受けた。